たまには盛り上げていかないとねうーんしゃあないなどれだっけはいどうしましたああこんばんははいお久しぶりお久しぶりです うん、なんか、久しぶりに俺の名前が出たっていうことでさ。はい。お久しぶりだなと思って。まあ暇か。<laughs> まあ暇だよね。タバコ巻きながら配信してるからね。こっちはね。おおなんかあれ、あれじゃ、なんか、うん、あの、威圧的なやつ終わってるやんもう。何威圧的なやつって。<laughs> いや、いい。も。あ、<laughs> お前がそもそも、クソみてえなことやってきたからだろ、春日 <laughs> よ。 いやいや、だって怒りすぎなんだよ、あんなこと。いや、あんなことってお、お前、そりゃ、お前がツイキャスとか YouTube ライブでやってりゃ、そりゃ、俺も反論できるから、そりゃ、いけたけど、まずそもそも、お前、あれ、チャンネルでやったんだよ、俺が見てない。いや、てか、そもそもで言うとさ、う<あ>これ、食った、食ってない,いや、食ってだ、俺だ、毎回、<laughs> お前にもそれはずっと言っとったやろがい。 いや、でも、あいつ、これリスだっただろ。ち、<laughs> <laughs> だから言って、あ,あの時、これリスって外して、で、俺、毎回、オフパコする時お前も知ってるじゃん。あの、俺がさ、渋谷のさ、いい,いや、だから違、違う <laughs> 違う、そうじゃそれは聞いてた、お前にも。お前からも聞いてたじゃん、別に。そこで、例えば、<laughs> これリスと仲良くなって、で、それでなんか別にオフパコしたりするの別に構わないよってことはずっと言ってくれてたじゃん、お前も。<laughs> <ん>なで、それで、そこは俺も気にしてなかったわけ。 で、でも一応、一応俺の中でも筋を立ててやらなきゃいけないなっていうところで、で、うん、あの、毎回俺、お前も知ってるじゃん多分、あの、俺が渋谷のラブホからさ、なんか今からオフパコできる人を、あの、募集してますみたいな。やっ,てるね、やってたじゃん、はい、一時期。<の>で、それで、やってる時に毎回、あの、これこれと俺の配信で、あの、同時に始まった時に俺の配信に来てくれて、で、しかも、あの、なおかつ、えー、なんだ、 これリスじゃなくて、プーの方を見てるっていうところで名乗れる人だけしかやらないよっていうことをずっと言ってたわけ、俺は。そこのラインだけはずっと守ってて、でも、俺とや、まあ、しかも変な話、俺とオフパコしたら多分穴兄弟になるの絶対嫌だから、お前が。だから、俺としたらもうこれこれとは絶対できないしっていう話とかもしてたわけよ。 うん、いや、ちょっと待って、ね、だから、そもそも、コメントでね、お母、うん、さんってこれにするとやってるのっていうコメントでしょ。ああ <laughs> <ら>、やってるって。だから、お前が、そうだその流れも、だから、チャンネルだから、変な話、俺そこに介入していけないわけじゃん。よ良くない。良くなかったの、俺の中で。良くないから、そうなってんだの。いや、それぐらいじゃねえんだよ、ハゲ。そこだけは譲れなかったんだよ、バーカがよ。 で、それがそう。俺の中でね。まあ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 、そういうのあるけどね、人にはね。うん、そ,そうそうそう。はい、だからそこを、そ、それ以外だったら、笑って終わらせられたんだけど、そこに関しては、なんか俺の中で、こう、やっぱりずっと、要はさ、俺自身の人気で、こう、例えば、有名になったわけじゃないじゃんだから変な話、俺にとってそこって、劣等感の部分だったの、俺に、俺の中の。そう。わかるはい、はい、そう、だから、からお前の、 お前の名前を借りて、俺っていう名前が表に出てるわけだから。うんうん、そう。だからそこって、俺にとってすごい劣等感がある部分で、だからこそそこだけは俺引けなかった部分だったのよ。よう言うたら。<laughs> でもあいつこれですじゃねえ。いや、違う、あの時く、違う、あれ、あいつ、ちょ、ごめん、名前は絶対言うなよ。かわいそうだから。うん、そう。だから、名前は言わないけど、<laughs> あの時、<laughs> お前と、え、違う、俺がオフパコした時とかも、なんか例えばオフパコした後に DM とかくれるやんか、で、それツイッターとか飛ぶやんか、あの、コレリスみたいなのとか、これこれのリツイートとかも全部消しとったんよ。バイオグラフィーの中のコレリスみたいなのも消してたの。それが、お前と揉めてから、コレリスっていう、なんか、バイオグラフィーの中の文字が復活したんよ。<laughs> いや、だから隠してただけじゃないの。いや、隠してたって、だって、隠してたもクソも、だってあいつとだってお前も会ったことあるじゃん。 ねえ、なんか、あの、天義をなんかくれた絵、で、なんか、プーさんにもつって、俺にもくれてたことあったじゃん。俺、それ、まだ、そのことオフパコする前。うんうん。覚えてるなんか。いや、まあ、覚えてるもん、でもさ、ぶっちゃけさ、そんな別に可愛いくもないし。まあ。お前、最低だな俺はそんなことは言わんよ。俺はそんなことは言わん。 <laughs> 俺はそんなことは言わないけど <laughs> 正直よくそこを手出したなレベでしょ、うん、<laughs> いや,いやっていうかまあごめんねこれ,これはちょっとあんまりそうだね言うけどなんかオフ箱を募集してたじゃんホテルで,、うんうん、でその時にすげえ毎回その子を送ってくれてたの えっと、会いたいです、みたいな。そう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 ,そうあ<ー>。それで毎回俺、なんか、届いてないわ、その DM って、白切ってたんだけど。<laughs> ちょっと、はい、ちょこれ、でもごめん、本当にこれあんまちょっと、<laughs> ちょっと、やばいな。やばいな、これ。あんまりしたくないな。まあ、ずっと、なんか届いてないよっていうことを言ってたんだけど、さすがに無視しきれなくなって、<ー>で、一回して、で、その後、 なんか、えっ、ー、と、た、たまたま2回してるんだよ、そのこと。2>, <laughs> しかも2回2回してる。<laughs> で、2回目は、えっ、ー、と、撮影毎週土日だったんや、俺ら。あほ<ー>んで、その子確か渋谷におったんよね。で、俺見つかっちゃったんよ。なんか俺いつもさ、あのー、駐車場止めるまで運転してたじゃん。で、運転しながらなんか配信とかしとったや。うん。で、その、まあ大体どこに駐車場止めるか、なんとなくその子知ってたらしくて。 で、えっと、その近くにおって、で、なんか、そのまま、じゃあ、行こうかっていう話になっちゃったっていう。<laughs> しかも、あれ、撮影前だったよね、2回目ね。ああ、なんかそうだったそうそうそう、撮影前にパコってたじゃん、俺。で、今日は一発抜いてきたから、なんか今日は絶好調だわとか言ってほざいてたじゃん、俺。<laughs> <laughs> <laughs> そうそう。そんな感じまあね、もうだ、ね、だ、うん だかからら俺すすればあんんななことででって話よまあだから、でも、そう、そこが、だから、そう、食い違いがあったのよ。俺の中では、そう、そこは譲れないとこだったっていうところ。言うたら。そうそう。そんな感じまあ、やっと話せたなと思って。3年越しにスッキリしとこうかなと思って。あ、もう3年経ったんだ。3年経ってるよ。そう。3年経っとる。そう。去年の11月くらいじゃないで3年くらいじゃないかな。 うんうんそうそうそうもう3年経ってますよお久しぶりですえもうじゃあわだかまりなくなりましたう,ーんうんまあそもそももう得意ないけどね,ねあそう、うん、僕もまあまあ大人になったんであれからあそうっすか僕もまあまあ大人になりましただいぶ <laughs> <laughs> だってお前いくつにな,なったえだってえもう最近全然綺麗なもうだからもう完全に配信中に切れるときは <laughs>、うん 完全なる切れゲーでしか切れてないから。ああそんな感じじゃない。な切れなくなったのお前も。いや、俺は切れないです。<laughs> <今> <laughs> たまにマち切れしてるじゃん、お前。大体。まあ,ま,あまああるけどね。うう <laughs> まあそうでしょ。最近ない外動画撮ってないの<あ>お前のチャンネルは見てねえけど。いや、撮ってますよ。あ、撮ってんのぼちぼち。え撮ってるけど、うん、あのやっぱあの、タバコポイスジュリアも撮ってないよね。なんで 別に、だって、そんだけ、んそんだけリスナーエリアなんかできそうじゃん。いや、あれはやっぱ、れっってもあるじゃないですか。まあまあまあ。でも別にそれでなんか、新しいやつとちょっと組みましたみたいな。例えばあ、あの、朝倉みくるでもいいしさ。でもお前、朝倉みくるに嫌われてそうだな。<laughs> そう、朝倉みくに嫌われてるから、<laughs> そういうと。やっぱりか。なんか、合わなそうだもんね。なんか、すごい個性がぶつかってなんか、ずーっと揉めそう。なんか。 えプーさんあのいつもの小屋でやってるんですか、配信やってます小屋、小屋を知ってるってことは、最近僕の配信見てます小屋はだってそれこそ前から小屋てない、いやいやいやいいや、あのー、あなたと、たあなたと仲違いする前まではなかったですよ、そう、だから1年くらいは見てたよ、はい、あ YouTube、ああ、本当ですか、ありがとうございます、うん、で、なんか小屋みたいなの建てて、そうそうそう、防音小屋ね、<laughs> 殺すよ。<laughs> <laughs> 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 そこは殺すよマジで <laughs> 普通に <laughs> それは殺すでしょでもね結構快適だよなんかこの小屋あれ自分で作ったのそうそう自分で作ったなんか250万ぐらいかな多分、えー、かけて DIY やばいやんそうそうなんか防音小屋普通にさなんかヤマハとかで売ってんだけどそう、ね、そうなんかそれだとなんかさ自分のなんかこう都合いい感じに作れないじゃん だからなんか。あれはあのー、あの、3000万のボロ、ボロ車はまだるの。<laughs> あれね、死んだ。あれ死んだ。ああ、終わったんだね。いや、終わったっていうか、あの、あれさ、世界に5台しかないから、パーツがないのよ。なんかシャフトが折れちゃってた。新車になった。なんか、あの、今、えー、7人くらい乗れる、なんか、こう、ファミリータイプの車の。できるったんだそう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 。 それ乗ってる。あの車の死ぬほどようさガタ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 して。<laughs> いや、もう、まあ、あれ世界に5台しかないからね、言っとくけど。<laughs> いや、まとしても、終わってんだよな、んかいろいろいや、まあ、でも実際終わったしね。<laughs> なんか、<は>だかそのパーツが出てくるまで、あの、うん、知り合いのガレージにずっと預けてる。えー、泊まりっぱなしずっと。そう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 。<laughs> そんな感じだね。うん。そう。 もうあれじゃあの前はユーチューバーとかも俺はコラボしねえみたいに言ってたけど今そんなんじゃないのユーチューバーとコラボしねうんそんなん言ってたっけ俺言ってたよなんかもうキャスの人も誰とも絡まねえあもうそんなんそんなん3か月ぐらいでもうあのノックあたりと絡んでたよ3か月ぐらいあのでもうノックとかなんかその辺と絡んでた気がするけどねだってだから だから着物とお前揉めてお前のところの枠借りたことあったじゃん一回。あったねそれね、うん。そうそう。着物元気なの着物はまだもめてた逆に言うと。え着物は着物が何着物とはまだ揉めてんのいや揉めてるってかだからそれ以来もう関わってない。<ー>うん。え、だからその、ほら俺と揉めた時はさ、 もう二度と絡まねえみたいな状態になるやん。はい,はいはいはい。その状態になってるの今着物は。ああ、でも着物はだから俺からまた例えば絡、ま、もうとも別に思ってないし。お<ー>そうそうそう。なんかだから別にな、なんか無って感じ。別に。ん<ー>うん。何お前誰かと揉めてないの最近。えー、<laughs> まあ揉めてはない <laughs> なんか面白い暴露ないの。面白いさらっと言える暴露。 プーさんとの時代の話がいいよね。ああ、それでも。ののはい、はい、はい、なんかあるの。ええー、でも、なんかあったな。な三年くらい前。三年くらい前、面白い話、うん。え、ちなみにさ、これさ、名前出していいのかわかんないけどさ。うん、え、ダメだったらさ、言って。うん、あの、迷惑かけるわけにもいかないから。うん、あの、エヌ君はどうなの。N 君誰え、エヌ君。 元、元なんかアイドルグループのリーダーの N くんは、それダメなやつそれは誰ですかな、なあ、もう。え、<laughs> 誰ですあの、やばい話だっていうの分かってよ。<laughs> <笑><笑>やっぱやばい話なんだね。いやいや、一応大丈夫なのかなと思って。かか N で誰か分かるからあ、<笑><笑>そうなの <laughs> うん、<laughs> そう。うん、<laughs> あそれはちょっとね。あ、ダメなやつなんだ。法的なやつかね。あそういうことね。うん、やっぱあるから。あ、そっちは、まあ、大人の事情があるのね。うん なるほどね。えなんかほかにじゃあなんかないのえー、でもめっちゃもうリスナーが分かんない、身内話でいうと、運び、うん、屋いたじゃん。たタコ部屋運び屋運び屋。あああ、運び屋、はいはい、あの、ハゲの。運び屋その、プー、うん、さんがやった女を、うん、あのあと、はませて、えっ、それ、あの、何その俺がやった女って、どのやった女 えだからその喧嘩のあれになったやつああ、あの、さっき名前,で名前出さないでって言ってた子うん,う,んうん。マジだってあの子19かなんかじゃなかったっけそうだ、やばいよねっていう。え、それ何 <laughs> え、配信、お前の方の配信でも本邦初公開の話なのうん、だから取り上げてないし、多分運び屋って誰だよって話じゃないああ、なるほどね。うん<の>え、でもその女の子ももう22ぐらいってことえ、今うん。 今何歳かわかんない。俺絡んでないから今、うん。あ、そうなんえだ3年前ぐらいの話本当に。え、じゃあ何ごめん。そうなってくると、運び屋はじゃあお前のリスナーから降りるしかなくなっちゃったってこともう。まあ、てか今も絡んでないもん、その人。あ、運び屋うん。え、あんなになんか配信いろいろ、配信じゃねえよ。動画手伝ってくれてたのに <laughs> そんな出てないよ。え、てかごめん、そう、俺すごい。一番気になってるのはさ、ボ、うん。ボーノ君どうなった結婚したあいつ ボーくんん結婚したんじゃないあ、マジそうなんだ、うん、ああ、おめでとうだね。そう、すごい、金髪の女の子だったね、うん。え、あの子金髪になっちゃったの今なってたなってた。あ、マジでなんか九州からいっぱそんなにあんま言わない方がいいんじゃないかな。<laughs> <laughs> あんまりそこら辺は <laughs>、<laughs> <laughs> そっとしといてあげた方が <laughs>、もう結婚してるんだったら <laughs> あ。らまあ、<laughs> あ、そうなんや。彼女が ったからああ当時からら当時うううんうん、うんで俺、あの、平日も動画撮影するようになったから、あの頃から。あ,あ、はい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 。ってなると、まあ、今度も仕事してるし、ああ彼女いるしで、ううんんまあ結構誘いづらくなって、別の人になってあ,あ,あ,あなるほど。あ,あじゃあ今カメラマン違うんや。あ,あ違う。今カメラマンはチャックだね。あチャックやった。あ、チャックまだ元気うん、元気。チャック。え、ていうかさ、これお前に多分話してなかった話なんだけどさ、聞くなんか。 ちょっと。いや、悪い話っていうか、なんか、なんか、切ない話え、何それいや、全然別にそんな、なんか大したことないんだけど、あそうお前とさ、喧嘩する、うん、えっと、前の前の日ぐらいに多分撮影あったじゃん。多分。いやよく覚えてんね。いや多分一週間以内ぐらいにあったんだよ。ね、まあまあはい。そう。で、その、最後の撮影の日、 なんでかわかんないけど、俺、いつもさ、某のくん家まで車で送ってってたじゃん。<う>で、なんか、な、何を思ったのかわかんないんだけど、俺の中で察知してたのか知らないけど、坊のくんに、なんか今まで本当になんかありがとな、みたいな。なんか、俺、坊のくんがカメラマンじゃなかったら、俺、やれてなかったかもしれない、みたいな。話を、車の中でしとったんや。たまたまい。普段そんな話せんやん、れ。<俺>うそう。 で、別にそれの時に俺お前と決別するなんて決めてたわけじゃないの、別に。まあね、もちろん、ね。そうそうと。突発的にあったじゃん、あれって、あの出来事って。言いたくなったんや、それ。そうそう、なんとなくそんな話を坊のくんにしとったんよ、俺。うん、で、その数日後にお前と完全に喧嘩したから。うん、そう。<laughs> なんか虫の知らせ的な <laughs> うん。 マジでマジで。えー、そう。なんか、いや、ぼ、いや、俺マジで、今までさ、そんな話、ボーのくにしせんかったやん、俺。全然。もうそんなことね。そうそう。あの、厚生のルンバだとか。そうそうそう。厚生のルンバっつって、ボの君がブチ切れるぐらいのさ、あの、<laughs> 雑な扱いしてたじゃんの部屋で <laughs> もう、ゴミ箱にゴミを投げるんじゃなくて、床 <laughs> とかに投げる。<laughs> 違う違う。あの、ソファーに寝っ転がった状態で、あの、鼻を噛んだティッシュをそのまま手を離すっていう。あの、リリースするっていう。い <laughs> で、それを坊ノくんがピンポイントで拾いに来て、で、それで、あの、ボーノくんがゴミの、ゴミ箱に捨ててくれるみたいな、そういうクソみたいなことやってたじゃん、俺。やんでた。だから、そんなことさ、言うことなかったやん。それがたまたまお前と決別するちょうど1週間いないぐらいに、最後の撮影の時に、 坊野くんに、いやなんか正直俺坊野くんじゃなかったらなんか、俺多分やってなかったわ、みたいな。なんか、そう、えー、いや坊野くんがカメラマンでマジでよかった、みたいな。そう。はい、そんな話をしとって、えー、まあその一週間以内ぐらいにお前と決別っていう。まあ確かにね。ねそうそうそう。そううね。うん。なんかそんなことがあったんよね。ちょっと切ない話なんだけどさ。<laughs> まあそういう感じ。ね、<laughs> そう、そんなことがあったっていうね。うん、え、あの、僕の動画見てます、はい、たまに。いや、正直ごめんなさい。これは、なんか、悔しくて見てないっす。何悔しくて,て <laughs> いや、だって、何悔しい,いや、もう、もう、なんだろう。もう、別次元の人じゃないですか、もう。言うたら。まあ、僕がいた、僕,いね、僕がいた頃から比べても、もうだいぶ、 もう、ゴンゴン先行っちゃってるから。うん。はい,はい。だから、もう、なんか、本当にそれこそ、何にもやってない人が YouTube 見て、わ、なんか、えっと、なんだろう。じゃあ、例えば、ヒカキンすごいとか、はじめちゃしょすごいって言ってる感覚だよね。になっちゃうから、だから見てない。<laughs> 悔しいから。うん、シンプルに。なるほどね。そう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 。っていう感じかな。な、なに、最近なんかでも、なんかあれだよ。なんか、情報は来てるよ。なんか、 あの10、10万人、同説10万人をずっとキープし続けてるみたいな。ああ、まあまあまあ、そうだね。なんかすごいじゃないですか。今のところは。すごいっすね。だから、やっぱり、だからタイミングとしても良かったんじゃないかなと俺は思ってるんだよね、正直。まあ、うん、生放送特化にはなったよね。そう、だから変な話、だって、生放送の方がさ、要は言うたらコストかかんないわけじゃん。まあまあまあ、うん、酸っぱいよね。そうそうそう。で、家の中でできてさ、 で、まあ、外出るっていうとさ、やっぱりなんかコストか,かる、移動に、時間的なコストも、労力的なコストも、お金的なコストもかかるわけでさ。うん。だからそういう意味で、コストゼロで、まあ、ゼロっていうか、ゼロではないだろうけど、ね、コスト最小限で、あんだけ、こう、ずーっと閲覧叩けるんだったら、そっちの方が絶対いいしっていうさ。はいはい。うん。っていうところで、だから、ちょうどいいタイミングだったんじゃなかったのかなっていう、なんか、お前的にね。うん。 っていう。<laughs> まあ、外出ると、まあ楽しいけどね。楽しさはあるけど。うん。そうそう。だからそこに関してはもう、俺もずっともう、お前と決別した後もそこは否定してなかったし、そう、なんか自分もすごい散々楽しく動画撮ってたなっていう。まあやっぱ自分が一番楽しめないとさ、人にこの動画楽しんでっつってさ、勧められないやん。だからやっぱり、はい、そう、俺の中では一番、まず自分が楽しまなきゃなっていうのを一番に意識してたから。 うん、そうそう。っていうね。うん。久しぶりでしたっていう。ねはい、いや、マジ <laughs> 3年ぶりですかまともに喋ったの。まあ、そうだね。前回はノックのあれで。ね、ノックじゃねえし、着物だし、お前ノックと着物、同じになってんねん。<laughs> どっちも下僕っていうさ、下僕ジャンルで物喋ってるからさ、マジで。<laughs> 本当に。確かに。うん、こんなに喋ったのは久々やな。そうだね。うん、しかも、普通の話で、いつも喧嘩とつがそういう系の話だったから、ね。うんね、まあそうだね。まあそもそもだってでも、お前と一番最初に俺がか関わった時も、なあ、もう7、8年ぐらい前か、うん、もっと前か。だって喧嘩とつでしょ一番最初。そう、喧嘩仕掛けられてるからね。そう。で、1時間ぐらい誰らみされて、スカバンされて終わるっていうね。スカバンって誰も今知らないだろう。うん、マジで。知らんやろ、ね。な <laughs> <laughs> ずスカイプ使ってるやついんねえしな。 まあそういういことっすよ。なんか、あの、生産をしに来ました。いろいろ。わかりました。了解です、うん。はい。はい、っていうことっすかね。で、あの、僕も最近 YouTube 頑張ってるんで、あの、宣伝お願いします。うん、川とか行ってるってことですかいや、川はもう最近行ってないですね。あの、川行けなくなったんだよーじで。ああ、なんか相談乗ってるね。 笑ってん見といてよろしく。見とく、見とく。あれチャンネルね。うん。いや、ちょっと分かんない。俺、自分のチャンネルの名前分かんない。うん。OK っす。じゃあ、そういうことで。また何かあったら誘ってください。おー、今、いいーは、リスナーが一番期待してた今瀬グー行ってくれましたよ。何すかマジっすか何すかまた何かあったら。僕は普通に誘いますよ。あの、そうですね。はい。そういう、あの、はい。ねえ、体制であるなら。はいはい。 まだ何かあったら誘ってください。あお,いまあお互い、お互い3年前よりだいぶ太ってますけど、お互いちょっと痩せません今、痩せる宣言したばっかなんで、はい。え、今何キロあんの今、112です <laughs> <laughs> あの、桁が力士の桁なんだよね。え、ーさん、いくつなの今ね、でもね、80ぐらいだね。ああでもそんなんじゃないだから、でもお前とやってた時の、 一番太ってた時がそのぐらい。うん。うん。って感じかな。俺は多分100前後だったから。うーだからそうだね。でも、お前一回俺なんか風の噂で130まで行ったって聞いたんだけど。いや、それはね、ちょそれは乗られてるかな。マジで俺の中でお前130って聞いたんだけど。風の噂で。115? あ、そう。あ、130まで行ってない。 多分それは一郎かなな間違い,ないだよ、ね、あ、そう。あ、なんか、一回でもね、うん、俺、お前の、なんか顔を、俺の動画のサムネイルに使わせてもらったんだけど、あの、なんかそのまま使うの悔しいから、なんかお前の顔すごい膨らませて、サムネイルに使った動画あるわ。<laughs> <laughs> <laughs> すげえ膨らました。お前の顔。横に、ブワーって。なんか風船みたいになっとう。<laughs> それわかるでしょマジで。なんかアドバルンフェイスになってた。 まあ <laughs> そういうことで。でありがとうございました。うん、はい、なかなかすいませんでした。はい。じゃあね。はい,はい。まあということでございますよ。はい。ということでございました。はい。ええ。っていうね。ことでした。いね、はい。ありがとうございました。はい。っていうね。まあたまには、たまには、あの、ツイキャスを盛り上げようかなと思って。うん。 はい。っていうね、ことでした。はい。あのー、すごくないですか僕みたいな過疎が、なんか、こう、やる気になれば結構ツイキャス盛り上げられるっていう、すごくないですか <laughs> マジで。あの、多分、過疎で一番力があるんじゃない俺。過疎配信者の中で。<laughs> っていうね、まあ、ことでございました。ありがとうございます。うん。